안녕하세요. 네, 今日もですね、スマカンの短冊文で間違いやすい使い方、ピックアップしました。今回はですね、例えば初めて会った時緊張しました。この緊張しましたという時に긴장했어요。このように使う方が多いんですけれども、ご質問おっとるかよ。한국말로할때는긴장됐어요라고하는게더자연스럽고또다른말로떨렸어요라고하는게더자연스럽습니다그럼긴장しないでください다른사람한테말할때는어떻게하는게자연스러울까요그럴때는긴장하지마세요이렇게말하는게자연스럽습니다